さ、釜を作んないから撃たれるんだ。トムちゃんなんか右手はほとんど動かないで撃ってくるよ。みんな。もう あっという間に撃たれるだろ。もうね、あのね、ものすごいね、この角界がね、ちょっと空いただけでもうダメなんだ。もうそれさ、みんな今その構え作ってるのはさ、町田さんとさ、ま、あれとさ、井原さんだけだろ。それが出てるうちはダメなの、ここが離れてるうちは。もう、何回やってもダメ。まっちゃんとこれは面白いだから見てると。ああな、変わらないなまま打ってくる。注意してくれるけど、細かく言い出すとキリやねん。せめて打つってことだけ頭にある。受け止め方だけさ、こう持ってさ、パッと言ってこれさ、パッと言ったらさ、パッとそれさ、パッと言ってこれこういうのがパッと言ってさ、どうやったらいいんだろう。そこの受け止めだけをこうやらないと。良くなったよ、だいぶ。週4回してるからな。だいぶ治ってきたけど、だいぶ治ったっていうか、教わってないからさ、いろんなこと新しいことやってるもんでさ、覚えきるまでが大変なんだよ。覚えたものをさ、こう、後からこうやるってんじゃねえんだ俺、伊藤さんは。全然教わってないことをやるからさ、覚えていくまでに時間かかるんだよ。
左足が一つも反応しねえもんな。下がった時に雑魚が出てくると右足が行っちゃうもんな、みんな。左で行かなきゃいけないのさ。左足がさ、来た時に左足にパッと打てばいいんだよ。パッパッパッと打てるんだよ。これがさ、
ほんだ相手が下がった時にさ、これがさ、タッとこで左足が行かないもんね。右足だけ行っちゃってさ、左足が止まってんだ。だから、立ってる時に、相手の動きの反応を見るのが左足じゃないんだよね。だからみんなこう前に出るしかないんだよ。こうなってくると試合が苦しくなる。左足のだからみんなああやって遅れてきたり入れるし、一番ダメなのはやっぱ守りができないよね。外したり抑えたりするから。ポッ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 ポで動いたんだよ。こうやって乗っててこうやって動いてるんだけど、動くでしょ。パッ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 、こうやってこう止まってこうやって、乗ってる時はやってトンって出る時あるんだよ、タイミングで。通常そうやってないからね。でも足を踏まねえな、持ち上がってるからね、みんなな、こうやってファーンってこうやって、ああ踏まねえんだ、足をこう踏まなきゃ、踏まなきゃ、持ち上がってる、こうやって、こうやって、パッて踏んでいかないと、はい、
そう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 そ
だから遅れてんの。そう。だから、あの、やるから見ててもらえるの。足からいっちゃう。バッて。足がバンっていきます。倒せばいいんだよね。はい、体を。倒れる。倒れる。倒れる。ちょっとこうなっちゃって、こうやって、膝が曲がってくると、こっちが曲がってくると、こうなっちゃう。こうやって、こっちを曲がってくる。膝が曲がればいくよ。膝が曲がってくれや。曲がりさえして、そうそうそう。そうやって出れば、持ち上がらない。そういう構えなんだ。うん、そう、うん、そうそう。そうするとね、もうこれ出てバッバッって膝が曲がる。おー、組み切った。強い。おー、組み切った。
置いておきます。 Oh!
Thank you.
構えを作んないから打たれる。ここじゃなんか右で打たんと動かないよってくる。みんな。もう、あっという間に打たれるだろ。もうね、あの、ものすごいね、これ、ちょっと相手だけでもうダメなんだよ。もうそれさ、みんな今、その構え作ってるのはさ、松田さんとさ、相手さ、井原さんだけだもんね。だから、右がさ、こうやって構えを作って、ここでこう、歯作ってさ、しないをさ、動かしてくるから。みんな。いろんなことができるわけだ。こうやって、しないを動かしながらこうやってくるから。な?こういうふうに。こうやって打ってくる。だから、ここで、パッとったら、パッとまた打てるからな。だから、右手はこう、出ていかないからさ、しないが一緒で、ピーンとこう出ていくだけだから。右手はこう、いつもここがこう、あるんだよね。こうやって。これがこう。これがこうやってやらないよね。これがちょっと出るだけで歯ダメだから。 いつもさ、ここで、ここがさ、ここの右手のここでさ、しないがさ、こういうふうに動いてるわけだ。下に行ったり、こう行ったり、こう行ったり、こう行ったり。だからほら、こうやってくると、ちょっとくると、しないが左で飛んできて、ポッと避けると、バーンとこっちから来るでしょ。これはさ、しないだけ飛んでくるからさ。手を出しちゃうとさ、打てないからさ、こうやって。ああ、って打たれるから。ああいうのができる人はさ、もう左、右手がさ、もういつも相手の、 ここをさ、ここへ向いてるからさ、こういつも。ここで、ここでこうやって。これ、パカッと向いてるから。だから、もろ手でもなんでも、しょってとパッとこう突くんですよ。ここは動かないから、全然。左手で、ぺってこうついてくる。ぺってこうついてくる。こうやって。こっからでもさ、こうやって動いてくるからさ、パッとこう打ってくるからさ。だから、こう動く、ちょっと上がってるらもう打てないからさ。こう、こう、こうやる。 右手で、こうやる。もう、そういう差がさ、もう、もうね、構えて出れ行き前とさ、そういう構えがさ、全然さ、右手がさ、ちょっと開きながら打ってくるとさ、もうダメだ。もう、絶対開かないから、見て。受けるんでも何でもさ、みんなこうやって、こうやって、ここが止まったままでこういうふうに出てるからさ、こうってやらねえからさ。開かないでしょ、ほら。ね?ほとんど開かないでしょ。ここは、こうやって。 いつも守るんでもここは、こう、ここは決まってるからさ。ほら。ね。だからこうやって振って、パッと振ってから来るんですよ。みんな。しない振ってから。ああいう構えにならなきゃダメなの。ね。人が打ってくるのも、さっとしないが下がるぞ、こうやって。ちょっと、パカッと打ったりする。打ってくれば。ああ。だからもう、ここへ来るまで分かってるからさ。 だから、伊藤さんなんか分かるけどさ、面で行けばパッと打って、パカッとこう打てるでしょ。<笑>全然関係なく。固定なんて打たないでしょ。普通のやつはそうやって打つよね。だけど、こう持ってくるとさ、ほんで見てるやつは見てるよ。みんなからパッとこう打つよ。パクって打たれちゃう。面に行けも固定に行っても打たれちゃう。だから、そういう形になってるわけだ。打てる形。うん。で、あとは目が、こう、怒りだけ見てるやつ。パカッとこう。 パッと拾ったり。これがな、どんどん、どんどん、相手が動くでしょ。もう全然関係ねえじゃん。手を下げるよ。もう当たらねえって分かるから。ああいうのを覚えないとダメなんです。構えが全然違うからね。しない、動かすところは違うの。 最初のこっちの腰から。これはもういつもこう、相手を見てるから。しないが動いてさ、パッと打ってくるからさ。ああ。こっちが動いてから、こうやって来るんじゃねえからさ。これ動かないで、動かないで、これは。こっちが動いてるから、パッと。しないの先が動いてから飛んでくるから。これ、肘がさ、ここへ収まるようになればさ、構えができるからさ。右手で構えを作るんだから。うん。で、ここが収まれば、ね、しないがパッとこう、引いたりとか。
肘もこうやってパッと出るし、いろんなことができるし、それが出てるうちはダメなの。ここが離れてるうちはもう何かやってもダメ。まっちゃんとこれは面白いだから見てると、二人ともずっとついてるでしょ。右手が開くことはないの。 どこだけ死ぬ、死ぬ、振るかだけだから。ああ、変わらないまま打ってくる。 よけるのは前出ればいいだけだから、パッとこうする。この構えになるのが用じゃねえんだよ。あそこで、あっこからしなくてくるから。 そこがそうやって決まればいいよな。だけどそうなかなか決まんねえんだ。それを決めるには左手が竹刀の動きを作らなきゃならないから。左手がこう動いてさ、いろんな竹刀の先がさ、左手でさ、いろんな方向にさ行くわけだ。下に行ったり上に行ったりこうやって、それでこれがこれ動かないんだ。それで これでどこ行くかわかんないけど、パッとこう行ったり、じゃあこっち開いてもこっち開いてもこうやって、しないだけは開く、しないだけはこう来てもこっち行ってもこう行ってもパッとこう行ってるから<笑>だからここにあるうちは真ん中なんですよ。しないはしないはこっちに行っても真ん中なんだ。だからみんなこうやってしないはこっちに行ってもさ、こうなってもさ、面で行けばさ、パカッてこう出てるんです<笑> これがこうやって動いてったらもうダメなの。動いちゃったらさ、コテは打てないで、面を打たれる<笑>だからポッてやって、スッてこう下げたってさ、打てるのはさ、パカッこう持ってるのはパカッとこうやって、こっちに出てるから。みんな、それがテコの利用って言うんですよ。左手の、もう左手の使い方だよね。 ありがとうございました。
から水川君のこう持ち上がって打つのをこう右手がこうで空いてるからこうで持ち上がって打つ。こっから左手でこうで、ね、バンと打たない。はい、以上で金曜稽古を終わりします。今日の稽古中に指導されたことは、まあ、最初の立ち合いを食陣から少し遠出から入ってじっくり攻めると、そこを練習するというのを見せるということと、田原先生からは右肘が体から離れると、この2つが、大事なポイントだと思います。また本日はこれで終わりにします。また次回の稽古でお会いしましょう。